さん、展開もさることながら今年の中山のこの秋の馬場時計がかかるその辺も含めてどう見ますか。そうですね、ですから高速馬場ですと、差し追い込み馬というのはちょっと辛いんですけれども、適当にこう時計が少しかかっているという馬場なんでね、どっちが有利という言いにくい馬場ですね。どっちが有利言いにくい馬場、そんな中、おそらくはカルストンライトが行くであろう、そこにゴッドオブチャンスあたりが絡んで前は速くなるのかどうなのか、そのあたりは速くなると思いますけれども、速くはなると、ただ天使の奇跡、それからビリーブがどういう動き方をするかね、割と自在に動けるタイプなんでね、カルストンライトが行った後ですね、さあ長谷川さんどうですか、各馬の枠入り。はい、今湘南タイム収まりました。あと1頭イルバチオですね。少々風が強い、また陰ってきた中山、己を信じ、パートナーを信じ、運命を信じ、極限の集中、究極の G1、 さあスプリンターステークススタート、揃ったスタート、好スタート、名村舞香です。あと真ん中からはビリーブもいいスタート、ふわっといい感じで出ました。そしてサーガノベルが行くか、湘南タイムが行きます。そして天使の奇跡、あれあれカルストンライトーは4番手か、前に行けませんでした。その後ろキーゴールド3番です。外を回りましてビリーブはこの位置、素晴らしい位置につけています。ゴッドオブチャンスと同じような勝負服が並んでいる。少し離れて石のグレースです。あとはハッピーパス、外外にレディーブロンド急上昇中、そしてアグネスソニックが続きました。アドマイヤマックス、武豊は後方から3投目、そしてイルバチオが切れ味にやっぱりかけます。そしてデュランダル、池添健一も後方で切れ味にかけるという3頭が不気味にさあ進んでいます。3、4コーナー中間、今先頭600を通過、32秒後半というペースで通過をしていきました。さあ天使の奇跡、前は比較的もみ合いの形になった湘南タイム、そしてビリーブは前の激しいやり合いを見るような形で6、1番手いい位置につけていると申し上げましょう。400標識を通過した、さあ究極の G1、 ビリーブが外目に持ち出している。さあ飾るか、優秀の美を飾るか、ビリーブ外に持ち出した、早くもここで先頭に立つ、問題は最後の坂、ここから厳しい上り坂、残り200、ビリーブ先頭、ビリーブ先頭、アンキャッと内側になる、アンキャッと内側になる、大外にランダル、大外にランダル、レディープラントも来ている、そして真ん中からアドバイバックスが来ているが、ビリーブか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 、外からにランダル、しかしビリーブか、外からにランダル、際どい際どい際どい、これは際どい、外デュランダル、しかし粘りに粘ったビリーブ、早めの先頭、解説は吉田仁さんですが、際どいですけどね、外がものすごい勢いありましたんでね、刺したかなという、場内のお客さんの歓声で大体自体は想像していただけると思いますが、外のように私も見えます。今タイムビジョンはゴール戦場のカメラ、ゴールね、瞬間入った瞬間もう池添騎手がね、なんかガッツポーズしたんですよ、はあはあはあ、勢いが違いましたんでね、ここから見ると際どいんですけど、わずかに外から差し切ったかなというふうに見えましたけれどね、今の画面でお分かりだと思います。内で外を見た安藤克美、外で内を見た池添健一、他のね、レディーブロンドとかね、アドマイヤマックスなんかみんな来てるんですよね、素晴らしいレースでしたね。本当に私ももう何年もこのレースを担当させていただいていますが、例年になく心臓が止まりそうな最後の上り坂の実況になったような、そうですね、200過ぎてね、はい、割と横一線に広がりましたんでね、そうですね、大島アナウンサービリーブビリーブって言ってる時に、外からものすごい勢いで、デュランダルが接近してきたんでね、外から吉田さん、隣で吉田さんがデュランダル、ご自身の本命だったということもあって声がかかってハッと我に返ってすごい足で来てましたね。そうですね、1、2着は写真判定です。これです。今ご覧いただいているのは先ほど場内ターフビジョンで映ったのと同じゴール線上カメラ、外8番がデュランダル、内11番ビリーブ、この2頭の写真判定、中山11レーススプリンターズステークス G1、 3着13番アドマイヤマックス、これは上がっています。4着急上昇のレディーブロンドですが、 G14 着これは大健闘と申し上げていいんじゃないでしょうか。そうですね、一旦ね伸びかかったんですよ ね、抜けるのかなっていう感じもありましたしね、外から2、3投目あたりをこのブルー基調の勝負服が上がってきていました。そして5着に前走ではビリーブを2センチ差で下した天使の奇跡、ですから人気上位馬が順当に、ああ池添騎手天は仰いで人差し指を突き出してのガッツポーズ、人馬ともに切れ味のある勢いのあるこのコンビ、おそらくは池添騎手はもう勝ったと確信していることでしょう。となりますと池添騎手は G1 2勝目となるわけですね。まだしかし写真判定です。結論を申し切ることはできません。もう少々お待ちください。改めて吉田仁さんと格闘を待ちながらレースの流れを振り返っていこうと思うんですけれども、流れそのものはどう見ましたか。時計が1分8秒フラット、このクラスにしては前半の
三原も33秒3ですので、そんなに速いという感じでもないですね。あのカルストンライトが行かなかったですからね。そうですね。天使の出ました、優勝デュランダル、1着8番のデュランダル、2着11番のビリーブ、有終の美はわずかな差で飾れず、着差がどうか。